久保さん。久保さんなんかまたあの、ソニーのやつ使い始めてるんじゃないですか <laughs> 久保さん。ソニーのやつ <laughs>。なんか画質良くなってますね。<laughs> はい。ということでね。あの、僕も今さっき、久保さん。商品作りました。これで。4K のキャノンのね。業務用です。業務用。これ15万ぐらいだったかな。まあ、設備投資ですね。 まあ、以前までは5万円ぐらいのね、ハンディカム、ソニーの5万円ぐらいのハンディカムでずっと有料の商品は取ってたんですけど、それを5年ぐらい使って、で、まあ、あの、売上が上がったんで、ここに設備投資して3倍っすね。まあ、5万だったのが15万円になったっていうね、設備投資でございます。まあ、これも多分5年ぐらいは使うと思うんで。うん。で、まあ、ビジネスって大事なのが、 稼いだ後、稼ぎ方も大事なんだけど、稼いだ後も大事だと思うんですよ。要は会社、自分株式会社を大きくする上で、何に投資しますかって話です。自分株式会社を大きくするために何に投資しますかっていう、お金の使い方ですね。で、うまくいかない人っていうのは、その、うん、なんだろうな、贅沢に使っちゃう。まあ別に贅沢を否定してるわけじゃないんですけど、その設備投資ではないですよね。 贅沢ってその一。一貫性のなんか、なんかうまいもん食ったとかね、おいしい焼き肉食べた、あーみたいな、一瞬のパラダイスみたいな話じゃないですか。一瞬の贅沢みたいな。だけど、うまくビジネスを長期で回す人っていうのは、自分が稼いだお金をこういう設備投資にするとか、何かその自分の事業を拡大する、もしくはそれがやりやすいようなものにお金を使っていくっていう。 まあ知識に投資するのか、設備に投資するのか、人材に投資するのか、大体この3つですからね。うん。だから、常にね、お,お金を稼ぐってことも大事なんだけど、稼いだお金をどう回していくのかっていうことも大事ですね。うん。まあ、これ今 4K でね、すげえいい画質で、昔のビデオカメラに比べると、まあ、全然いいやつで撮れるんですけど、じゃあ、その、それで見た人っていうのはね、あの、 なんか多分違うと思います感じ方はうんまあ、久保さんはねあのー、昔のやつの方がいいかもしれないですけど <laughs> 久保さんはねもうちょっと隠居ブランディングですから、うん、まあ伝えたいことはまあ稼ぐことはビジネスをやっていくんだったら稼ぐことは当たり前であり逆に言うと稼いだ後 のお金の使い方もビジネスを中長期やるんだったら大事ですよ。それは自分株式会社をロングで経営していく、ロングで大きくしていくために、えー、じゃあ自分に何に使っていくのかっていうところですよね。うんだここをね、使い方を誤った人っていうのは、まあ結論、まあロングではビジネスできてないですね。<laughs> だ一貫性の設備投資、まあ自己投資ではなく、うん。 自分のそのがを満たすために使っちゃってる人。まあこれはね、本当にね、ロングで回ってないですね。ロングでビジネスできてないですね、うん。だってお金増えないんで。僕はじゃあこれにお金を使うことによってお金増やせるんですよ。これ新しいの買うじゃないですか。なんでこれで新しい商品作れるわけですよ。で商品作ったらまた新しく、あの、なんだ、売り上げが作れるわけですから。うん まあお金の稼ぎ方も大事ですけど、お金の使い方も久保さん大事ですよね。久保さんがもしね、あの、なんだ、知識に投資する、自分の知識に投資するっていうことにお金を使わなかったら今の人生ないですからね。最初スマホアプリの教材買いましたけど、それも知識教材ですよ。あ,あ、スマホアプリで稼げるんだと。なるほど、やってみようっていうその知識ですね。今までない知識に対して投資していった。お金を使っていった。 まあそれがきっかけでね、僕は最終的に塾も入っていただきましたけども、まあそこにもうお金払ってるわけじゃないですか。うん。だそこに払ったからこそ今あると思います。もしあの時スマホアプリの教材買ってなかったら、今の久保さんの人生は僕はないと思いますけどね。うん。だ知識に投,する投資するのか、設備に投資するのか、人材に投資するのか、うん、これぐらいですから。これがビジネスです。そう。 だからお金儲けの人の思考は多分これがないので、金儲かったら終了ですね。はい、だからロングではできないです。うんはい、ということで、お金を何に投資しますかというところでございます。いってらっしゃい。